人間劉備たち城が包囲されるのは時間の問題脱出するなら今しかないがどうするのだ敵本体は未だ南にあるまずは北の砦により敵前衛を迎撃敵がひるんだ隙に西より撤退を図る敵は大軍砦を守る加工派と合流できなければ我らに勝ち目はないあの砦にもすでに敵が押し寄せているようだ急いだ方がよかろう嘘あと少し命応えてくれよその際捨てたものではない今のところアレスが動く気配はないだが奴は父上の力を手に入れている戦いになれば相当の被害を覚悟せねばなるまい加工班よくぞ砦を死守した状況はどうだいやここは攻め口が一つしかないんでどうにか防ぎ止めてるってところです撃ってやったぞ攻めがたく守りやすい砦とは都合がいい寄せても戦力を削り撤退の機を伺うとしなら私も力を貸そう頼もしい私も力をもらえてるわよう息子よく粘ったじゃねえかさすがは俺のせがりだぜいやいやいや待たせすぎだってもうダメかと思ったよ我が豪遊とくと味わえそういや今まで言いそびれてたけど息子が世話になったみたいだなありがとうよいえ私はただ加工派さんにさまよっていたところを偶然見つけただけですむしろお礼を言うべきなのはこちらの方ですたくさん守っていただきましたからそうだ俺が負けるなんてその際捨てたものではないなアレス世を滑るなどと本気で言っているのかそう俺はオーディンと共に絶対神となる父上のように人間となれ合う神など害でしかない絶対的な力で支配してこそ争いのない安定した世界が訪れるアレス殿の考えこそ主神にふさわしい私とオーディンの目は間違っているかまたしては勝負にならん敵の攻勢が止んだようだ壊しまくるぞ、はいはい、西への道が開けたこれより撤退を開始する西へ逃げてくださいと言わんばかりさすがに考えすぎだよな俺は源の義経いかなる敵も止めてみせる行くぞ我らの前に道は開かれたうわ結構やるな絶対神が決めた道をたどるなどくだらん誰がそんな天下を欲するものか争いも嫌だけど神に支配されるってのもな自由が許されないってことだろ確かに人が作る世界は完全とは程遠いだがそんな愛しい世界を今の私は守りたいのだ悪いが
ここでゆっくりしていってもらうよ。まあやっぱりか。うまくいきすぎてる気はしてたんだ。これ以上頑張られると困るんでね。悪いけどちょっと本気を出すよ。我々を逃がす気はないらしい。俺はそこまでして何を。としては勝負にならん。西への逃走は完全に読まれていたが、このまま逃げ切れるのだろうか。第2第3の伏兵があると見るべき。進路を変え南より撤退を図る。いずれにしろ油断はできん。こうなるのだ。その際捨てたものではない。一見的な攻撃をしないでおるように見える。実際のことはどうなんだろうか。なんだか敵に誘い込まれているような、そんな気がします。幾度攻められ、叩きのめざるを。諦めることを知らず歯向かおうとする。やはり人間は愚かで弱い。絶対的な力で支配することこそ奴らのためなんだ。随分遅かった。低能な怪物を従わせる私の身にもなってくれ。ほら怪物ども、せめて命令通りに動くんだ。さっさと奴らを叩き潰せ。追っ手の到来は予想していたが、紹介怪物どもの大将がよく似合っている。撃ってやったぞ。この正直をバカにするのか。おとなしく私の踏み台になるがいい。私たちから逃げる術などないのだ。彼らもなぜまだ抵抗するのだ。愚かな人間どもに教えてやろう。絶対的な力の差をな。アレスが動いた。太陽を塞ぐつもりか。待て、またも神の力で弱き人間を守ろうという。人間の強さならよく知っている。お前たちが来るまで退路を守るというだけだ。言ってくれる。さっさと周囲の敵を片付け、アテナを援護するぞ。よし、我々も急ぐ。脱出路へ向かうぞ。お上手ね。さすが、私が認めた方ですわ。頼もしい。私の力をもらえてるわ。弱き人間に肩入れすぎてだ。所詮お前も父と同じということか。我々神は人間の上に立つ存在。人間は守る、支配すべきもの。私もそう思っていた。だが、本当にそうなのか。我らが絶対的に優れているなどなぜ言い切れる。アテナ殿、ご無事ですか。さあ怪物どもが片付いたようだ。結局神様からは逃げられない。俺たちまんまと結ばれてたってことか。ここまではな。だが最後に奴らは思い知る。人間は思っているほど弱くも愚かでもない。まさか初めからアリスと戦う気だったのか。最後に策を覆してやろうと。全く人間とは。頑張ってんな。その調子でいてよ。壊しまくるぞ。はいはい。私が終わらせてやろう。私はお前の策略を見抜けず、こうして世界に危機を招いた。だからこそ人と共にお前とオーディンを止める。君が何をしようと勝手だが、
私の邪魔だけはさせない。逆らう相手を間違えたな。その朝日こそ後悔させてやろう。なんだか雰囲気が柔らかくなりましたね。柔らかく、すまない、女神として節度を保てていなかったかそういう意味ではありませんわ。今のあなたの方が私は好ましいと思います。その際捨てたものではない。ああ、抑えきれませんわ。膝をつかせた。だと、この屈辱永遠に忘れんぞ。なんとか逃げ切ったか。いや、今度こそダメかと思いましたけど、アテナ殿のおかげですね。皆さん、良き感じいいぞ。